こんばんは。こんばんは。こんばんは。チク。ピュ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 。シュ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 。わあ。こんばんは。目がチカチカする。待って、わんわん聞こして。トラガンさん、会いたい、ありがとう。グンゴンゴイさん、短冊ありがとう。トシさん、結婚してありがとう。エイトさん、会いたい、ありがとう。トレガンさん、会いたい、ありがとう。コウジさん、会いたい、ありがとう。アイライン、アイライン、ベビーおもちゃんか違う、あれベッドで寝てるっていう、あのエフェクト。モモネコ、そう、モモネコ今日はメールとツイッターに載せたんですけど、でも遅くなっちゃった、ごめん。シャクシャク行ってきた。いいね。朝ね、今日の朝ね、あ、だから昨日の夜、もういつ寝たか記憶がなかったの。なんかちゃんとお風呂入って髪乾かして歯を磨いてもう寝るだけだってなったのは覚えてるけど、そこからそこからそう私はいつ眠りについたか分かんなくて、すやーってそう気を失った感じで、多分疲れて寝てたんよ。ちょっと移動とか多かったり仕事 があったから。そしたらもう朝起きたらそう9時ぐらいで、うわーってなってあ、いや猫乗せる約束が、あーってなって、まあ9時ってまだ朝かなと思ってそう、いつもは7時ぐらい乗せとるんですけど、もうちょっと9時ぐらいになったけど、まあまあ9時はまだ朝かと思ってセーフかなと思います。目が覚めた、よかった。そ、猫ちゃんです。え、かわいいでしょ。でもすごい花柄、寝坊したんだなって思って、いや、セーフセーフってことにしたか。朝まだよ、朝よかったよかった。そう、12時とかになったらね、ちょっともう昼じゃんって感じ。これ買ったのにストローないの？今からもっちゃんがあんなに可愛いのはなぜなぜでなぜなぜフ目が覚めました、よかったです。もう本当びっくりしました、朝起きたらもう朝であれと思って、いつ寝てたの。ねえ、もうねこれ買ったんよ、牛乳飲もうと思って買ったらさ、あ、待って、あ、ないわ。ちょっとストロー入ってたのかな。食飲み嫌だよ、絶対こぼれちゃう。アイカツ、アイカツ今回
あ、牛さん二度寝しなかった。二度寝ちょっとだけその後したけど、今日お仕事行ったから、そう、起きたよ。私の牛乳がスネタイム。この裏にくっついとると思っとった。ここにピッて。家にストロー、あるかないかも。ストロー、どうだろう。シュースネタイム。今日も来てしまいました。いらっしゃい。お仕事の合間に見たから、可愛すぎてニコニコ隠すのがでコップでも結構あっちにあるんだよね。桃が好き、桃が好き。メールの桃猫姿に違うと猫パンチ可愛かったでしょ。あの猫の手が大きかった。ちょっと見るか、マグカップないか。半魚丼いた。グラス持ってきた。これ牛乳飲むグラスっぽくはないけど、まあいいか。なんかちょっとおしゃれなの持ってきちゃった。何発でも猫パンチされたいと始めた。パンチ痛いぞ猫って。そう、全然牛乳用っぽくないけど、まあいいよね。行きましょう。よかった、猫ちゃん好評で。これを開けれない。あー、すっごい失敗してる。開けるの苦手。なんで開けれないよ。開けるのがめっちゃ失敗してるもん今。すごい。もうやだよ。よし、すっごい汚くなっちゃったけど、まあいっか。これめっちゃ開けづらかった。これわーい、いただきます。うん、賞味期限大丈夫よ、今日買ったばっかだから。おいしい。私めっちゃゴクゴク言ってるの聞こえる人なんよね、喉の音がめっちゃ。めっちゃね、聞こえる人なんよね。賞味期限7月15日。早い。うん、
気にならんの？ほんと？美味しい一気に飲みたくなる牛乳ってお風呂上がりの牛乳いや、わかんない。最近牛乳好きなの。いっぱいは飲んでないけど。冷やすの？うん、冷やすの。冷やすのが好き。冬になってる。嘘。なんで気温。匂いが嫌いな人。そうなの？そっか。でもモカも昔はね、苦手だったの。でもなんか最近ね、好きになっちゃった牛乳。今日はいっぱいあるよね、いろんなものが。最近ハマってるクッキーもある。じゃん。めっちゃ美味しいんですよ、このクッキー。飲むとすぐお腹ゴロゴロ。あ、そうなの？飲みすぎ注意かもね、確かに。大人になった証拠、大人になった証拠なんかね。そう。これは手作り、手作りなんかな？作りクッキーみたいなやつ。うまかった。食べるの。食べたい食べたい。めっちゃ牛乳とか飲んでクッキーまで食べようとしとる。あとこれは今食べないけど、カード入ってるらしいから開けようかな。全部スーパーで買いました。フィッシュソーセージのこの中にシールがあるらしい。これは今食べんけど、シールだけ見たい。どん。これは明日朝とか食べました。バッ、スーパーで。そう、めちゃめちゃ面白いよ、ほんと？こんなちっちゃいやつ。かわいい。じゃん。あ。これなんかめくれるらしいよ。あ、めくれる。そう、これが目当てだった。食べるけど。シードカード。どういうことだ、これは。シールをめくると台紙カードにもちいかわ。あ、これシールなんか。でもこれ剥いだらあれだよね。え、桃がいる。やった。見て、推し発見。食べとる人食べた。人じゃない、ちいかわ食べとる。うまみがない、うまみがない。噛む。うわ、押し出ないと思っとった。13種類あってプラスレアカード。レアカードではない。
ここにすごい。かわいい。よかった。これは明日食べます。凶暴そうなの。ももがちゃん凶暴なんです。もう可愛いんですけどね。とっても可愛いんですけど、すっごい凶暴。1枚でもめちゃそう1枚で地引き。え、今日いろいろある。そういろいろある。しかもガチャガチャも見つけて、じゃん、栗まんじゅうちゃんだった。お目当てはちいかわと星だったんですけど、栗まんじゅうちゃんだった。めっちゃ可愛いでしょ。なんとこれ光ります。じゃーん。これ暗いともっと綺麗なんかもしれんけど、なかなか光ります。そうこれ、そうちいかわと星、電気のねリモコンがこの部屋ないんよ。自分の部屋やったの。そうでも星さん、栗まんじゅうちゃんも可愛いから。どういう仕組みの、え、これもうこうやってプチッてやって、プチッと星さん、じゃん。頭の上のすぐ、あーダメだ、乗らないぞ牛さん。美味しそう、確かに。いやー、できないな。かわいい、ちっちゃい。私の頭と比べたらとってもちっちゃい。これさ、夜さベッドのところに置いてちょっと光で楽しもうかなって思ってる。私この星も大好きなんですね、星ちゃん。今日それガチャ行ったら売りて、嘘、これ人気だよね。でもなんかガチャなんだけど、私が買ったのはこれで、なんかガチャとしてもあるし、こうやってなんかお店とかにもこんな感じでランダム同じガチャと同じ商品が売ってるんですよ。売っちゃったらあるかな。私もガチャガチャでは見つけられんかった。欲しい、欲しちょうだい。やだよ、欲しい、欲しいなの、ももの欲しい。ももんがも好き。ももんがちゃんはこれいないのよ。ちいかわとハチワレちゃんとウサギと、なんかレアのちいかわちゃんとクレマンジュ先輩。なんでモモンがいないの今ふと思った。このメンツが集まっててモモンがいないなんて。星も好きやけん、星はもう全部にいるんよ。もう全部全部にいるから、実質推しは全部にいる。じゃん、栗まんじゅう星だけ、これを星が光るのに凶暴だから。だってモモンガは入れ替わってるだけだから、きっと
星取れない、星くっついてる。でも栗まんじゅう先輩は光らないんだねちょっと光ってほしい可愛いから。なんかそう、もう一個欲しくなっちゃう。コンプ？コンプむずいかな、どうだろう、できるかなでもお友達がハチワレちゃん推しの子がいるから、それが出たらあげたいんだけど、基本的にはこのちいかわちゃんを狙ってて、このちいかわも。でもももね、ガチャガチャコンプしたことないの。レアのやつね、レアのやつなんか黒い星らしいよ。チーカーの顔が可愛い。そう、ガチャのコンプはね難しいからしたことない。やるとしたらもう1回か2回しかやらんかな。ケンソクがやるんだよ、ガチャガチャ。みんなやってないの、ガチャガチャ。うん、種類多い。ちいかわ、たまにある？ぴょんぴさん、会いたい、ありがとう。ニコニコマークさん、たったい、ありがとう。コージさん、結婚してありがとう。洋楽バコージさん、もう牛さん、ありがとう。三浦みのるさん、牛さん、もうありがとう。カニちゃんも流れ星も、うん、ありがとう。もうすっかり大人ですか見えとる大人に。もちゃのガチャガチャって、もっこのガチャガチャどんなんかなたまにする。1000円のガチャガチャやったことないかも、うん、そう。クッキー食べようかな。ちょっと実は眠。お食べていいの？今日のもちゃんガチャガチャとか夢中。今日いろんなもの紹介してる。うん、いつも眠い気がする。いつも眠いよこの時間は。一押しガチャ毎日の年ありがとう。じゃあこっちから、多分これは両方作ってる場所が違うから味も違うの。でも両方めちゃめちゃ美味しいの。そう、めっちゃおすすめ。見つけたらゲットしてみてほしい。でも多分広島県にしかないかもしれんけど、いや、わかんない、どうなんだろう、わかんないけど、牛乳全部食べちゃった食べたことある。もうこのクッキーはもうずっと前から食べてます、実
は。なんかお店っていうかスーパーとかで置いてることがあるやつですね。水分も確かに飲み物ね全部飲んじゃった。そう、広島限定なんかな。これ100ちょっとぐらい、130円とかかのやつ。なんだろう、お店のやつじゃん。見たことない？イオンとかのスーパーにあるかも。そう、折り鶴かな、これ折り鶴できます。なんかめっちゃね、バターの味がしてね、サクサクで柔らかくてね、なんかめっちゃ手作りのいい味なんよこれ。めっちゃ美味しいよ。バタークッキー、こっちもバタークッキーとかチョコとか。めっちゃ美味しい。表面大きい、大きいよのスーパーのところにはあるよ多分。他も多分売ってるとこあると思う。おいしそうに食べるお子好き。ほんと？いっぱい食べる君が好き、大きな一口我慢なんてらしくないよ、いっぱい食べる君が好き。山が見る？ありがとう。山が見てね。星型。いっぱい食べるもん好き。こっちは甘さ控えめで美味しいんよ。シェイクシェイクを食べておもちゃもみたい。めっちゃ美味しかった、びっくりした。シェイクシェイクのハンバーグの美味しさにびっくりしました。メールの写真山形と同じ、そう山形のやつの
タタタのダメだタタタ山が今日少し一致したありがとう。クローバーがある。天崎くんこっちの方が甘めのバター強めかな。両方美味しいよ。とにかくうん、割れちゃった。お家で最近クッキー作れてない。あ、やばい。いっぱい食べてる。お母さんと一緒に食べなきゃいけないのにめっちゃ食べちゃった。ちょっと残しとこう。やばい。怒られちゃう。怒られませんけど。忘れとった今。やばない、危ない。危ない。こっちはまだ1個しか食べてないかな。あと1個だけ食べる。ちゃんとあるよ、ほら。うん、ダメだ。しっかり忘れてもぐもぐしとった。少し開けてほら、押し上げ。みんなの分、みんなの分はももが食べちゃう。食べちゃった。こんばんは、こんばんは。うん、ヤンマガのグラビア延長した2025年3月まで見れるようになったからいっぱい見、ありがとう、感謝、いっぱい見てね。そっちへ軸です。止めなかった我々も同罪なので、おむすにお前謝るのに大丈夫、結構残ってるよちゃんと。でもさっきまですっかり忘れとったもん。
始めました。危なかった危なかった。思い出してくださいよかった。ねえ、いい。で、今日何曜日だっけ？今日は木、うん？あ、水曜日か。今日早かったな。木曜日かと思ったら水曜日か。水曜日か。未来へ飛んどった。まだ週の真ん中。大丈夫大丈夫、きっとすぐだ。明日行く？待ってるよ。明日名古屋市長。おお、頑張って。暑いんだな。明日月曜日だよって脅しでもさ。金曜日の時に言おうかな。金曜日の日に、明日月曜日だよ。明日の命やったフェス、いけるか楽しみです。もう頑張ってきます。えいえい。おう、鬼だ。鬼じゃない。楽しい水曜日だった？明日広島暑いの？でも雨降らんかったらいいかな。暑いのもやだけどね。もう明日も何の髪しようか、ずっとどうしようと思って。暑いんだ明日。ループして月曜に、そう、ループして金曜日になったらループして。沼に引きずり込もうと。クスロヤもうガッて掴んで。お化けみたいに。明日バッサリ切って。え、あ、そうだ、パンちゃんさ、私さ、公園さ、あの公園の4日、4日っていつだっけ、昨日、あれ4日は昨日か。昨日さ、あのさ、ももあの仕事があって公園は出れてなかったんですけど、パンちゃんが髪切ってるのをツイートで気づいてびっくりしたんよ。そう、びっくりしたんよ。へえって思って。そう、めちゃ可愛かった。でも直接はまだ見れてないから、ちょっと直接見たいなって。そう、切っとった。結構切ってた。ボブぐらいなんかね、わかん、実際見てないからまだわかんないんだけど、結構バッサリ切ってた気がするね。え、短くなっとったやんな。私はびっくりして。昨日ちょっとびっくりしました。昨日ほんといろいろ移動したりしてたから、ちょっともう移動の時も寝ちゃってたりしたから。綺麗なら予告なし。綺麗なら予告はないけど、今んとこそのバッサリゴーっていう予定はないかな。これぐらいとかはあっても、これはないかな。
ビョンビョン。ツインテル、ちっちゃい子のツインテル、ピョン。そう、ドライヤーはね楽になるんだけどね。お団子、何年ぐらい髪伸ばして、でももう一時期短かったよね。ちょっとなんかね、2年前はねこれバーだったんよ実は。2年前のモカさん、アーシャ見たら2年、2個前のアーシャでこれぐらいだったんや。でもそっからここまで伸びて、しかもこれでも6センチとか7センチとか、まあ、10センチは切ってると思うのね。やっぱ髪傷んじゃったりして、だからね結構伸びたよ。これからもうちょっと一回切った前、そう、どうしようかな明日は。どういう髪にするか。でもやっぱりスティーユの衣装はシンプルなのが多いからね、あんまりゴテゴテした髪ってよりはね、シンプルめな髪の方が合うんよ。ずっと迷ってるの。モテ編みしてみよう。そういう編み込みも好き？やったね。最近は何をとしたっけ。あ、そう、今度さ浴衣があるじゃん。そう、今度浴衣があるから、ちょっと適当にやりすぎた。今度浴衣あるから、もう自分でどれだけいい感じにできるかっていうのをね頑張ってる。迷ってます。三つ編みさん、じゃあ三つ編みが最近ちょっと適当にやりすぎちゃった。ヘアアレンジ研究しそうだよ。結構だってメイクさんとかになってみたいなって思ったりもするぐらい好きだよ。全然うまくないんだけどね、まだ。よっ、メンバーにやってあげたりしたか。メンバーはサーヤンの髪を巻いたことはあるけど、ヘアアレンジはないかな。そのこういう結んだりみたいなの、髪を巻いたりはあるけど、ママでね、自分の髪で練習してる。ママ、一時期はメイクに、いや、メイクも好き、メイクも好き。
んばんは。せっかくだから結んじゃえ。はい、そう編み込みで。おーちゃんにメイクされてみたい。本当？させてくれるの？ラーメンマン。何これ。でも自分のやったら後ろから見たらどんな感じなんやろ、分からん。メイクして嘘。そう完成。鏡ね、鏡があった方ができるけど、なくてもできるよ今。こんな感じで編み込みを崩して、そう編み込みを、編み込み崩さんとカチッってなりすぎちゃうから、ふわ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 ってさせます。ここをてっぺんのとこしたら可愛くなるでしょう。感覚、うん感覚だけど、これが正式に合ってるか分かってないよ。これでツインしても可愛い。ここのけて、せっかくだから残しとこうか。まつげいい感じ。何ヘア、編み込みたらし。編み込みプレ、お姫様ヘアのもちゃん、お楽しみ。左がうん、こっちがやりやすい、まあ、こっちもやりや、まあできるんだけど個人的にはね、よりこっちの方がやりやすい。明日の髪どうしようかな。え、しんどくない？ありがとう。どんどん上手くなってる。本当頑張ってるよ。この髪も可愛い？ずっと迷ってる。でもシンプルな方が合うからな、やっぱ服に。ももちゃんといえばこの髪。うーん、ハーフツインは好きやけど、服によって合わなかったりもするからね、結構バラバラかもしれん。ちゃ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 。小さい三つ編みをね、シンプルにここ入れるのも好き。迷い中。決めなきゃ明日までに。泥棒。カールおじさん、確かに。
マリオン。マリオン。まあ、もう拡散してもいいんですよ。そんなツヤツヤツヤ毛並みのいいヒゲでしょ。お手入れしてんのちゃんと、うん、おヒゲにもちゃんとシャンプーしてんの。それで鼻こちょこちょで朝起こした。なんでこれ鼻こちょこちょで朝起こしてもらいたいわ。ちょっと人生で初めて言われました。タクマット、タク、この間書いていたみんな、そう、アイカツでした。あ、なんちゃんいる、なんちゃん、したあの道、白いシャツ、あて、飛べるよどこまでも。勝手にアイカツのドゥドゥ。もがし懐かしいよね、初期がね。そう、私このアニメが好きになってめっちゃ踊ったりするのが好きになったんです。でもね、私の好きなキャラはね、あのね、私の好きなキャラは私と真逆のキャラ。私の真逆キャラが好きなの。こんばんこんばんは。そう、この子はしぶきらんちゃんはモモの原点、クールでモデルさんなんで、身長も高めな感じで、私とほんと真反対みたいな。でもクールなんだけど、なんか可愛いぬいぐるみっていうか、なんかあのタヌキのねキャラクターがめっちゃ好きで、そういう可愛い一面も隠れてあったりする可愛いキャラです。そう、だから雰囲気も真逆なの、もうもと。ね、そう、服も紫やしね。
ちゃんいちごちゃんタイプ、わかんない、もうどん分からんけど、夏アニメチェックしてないわ、待ってしたい。エビポン、そうエビポンっていうキャラが好きで、そう、サラサラロングヘアのさちょっとくんらんちゃん茶色っぽいけど、ロングは一緒です、めっちゃ長いから、あのらんちゃんの方そう、もう紫のイメージないよね、好きなんですけどね。呪術廻戦見てみよう、もう一回チェックしてなかった。そうか、もう春アニメが終わっちゃってるのか、早いね、早っこの間までなあ、つアニメ私服でも、私服か、私服ってもなんかどうやかな、私服はね白とかが多いんだけど、夏アニメ前まで、そう推しの子はもう終わっちゃって今漫画読んでる、ちょっとももの気になる作品あるかな、うんと、何かでも、ももが楽しみなのは私の幸せな結婚っていうアニメと、政宗くんのリベンジがある、これも楽しみ、セーラームーンね行けてないよ、もうかも、実はと、なんやろうな、と増えていくからね、もうだんだんその時に乗ったら、これどんなんなんだろう、が楽しみかな、でも見て面白いの、うん、このさ堀宮も新しいのかな、これこれも楽しみだな、これって再放送なんかな、桃が好き、桃が好き、楽しみ、うちの会社のチーズの今年、今回のやつ、それキ
どれだろう。スイパラのイベント当たって、もうちゃいます。あ、あります。え、堀宮新作なんだ。めっちゃ楽しみ。もうちゃ楽しみ。見たんですよ。もう好きなんですよ。なんか、お話全部面白い。これも面白そう。とは、感じかな今気になった。ホリミは面白いよ。身長と1時間このとダンスでし、そう、もうちょっと下読むじゃん。見たいの今3作品、あ、ごめんね、4作品ぐらいあるけど、見始めたら多分5とか6とか7とかになる。増えていくんだろうな。めっちゃ楽しみだ今回も。延長しまくって延長できません。限界が来ちゃった。ヤンマがありがとう、いっぱい見てくれて。ダンス練習の休憩時間、そうだね。髪乾かしながらとか、髪乾かすの嫌いやから、あのアニメ見たらその楽しい時間に変わるやん。だからそう、アニメとか見て、もう秋アニメも見れるよ。気が早い、気が早い。あ、え、スパイファミリーのシーズン2秋アニメにあるんだ。そう、移動時間、音も、アニメってこんなに決まっとるんよね、先まで。全部だよね、けど。夏アニメ楽しみ。何日なんだろう。この死神坊ちゃんとクロメイドの2期も今回楽しみ。そうだね、制作時間がかかるから前々から決まっとるんやね。これも面白そう。好きな子がメガネを忘れた。どの内容なんだろう。絵が可愛いなって、楽しみだね。今のアニメめっちゃ絵綺麗よね。もう始まってるのこれ。始まっとる。アベマ、アベマで7月後の今日の12時よく忘れ物をするこの話。え、わかんない。ほんと絵だけ見て言ってるから全然わかんないんだけど、ちょっぴり奥手な中学生の小村くんは眼鏡をかけた隣の女の子ミエさんのことが好きである。あ、いつも眼鏡を忘れてしまう天然女子だって。いつも忘れ物しちゃう、眼鏡忘れちゃう女の子らしい。世界の点数もの多いね。
小桃小桃メガネ忘れんメガネかけてないだけだ天然じゃないよ、もうもう天然じゃない。弥生も、そうね、これも天性っぽい。もう天然じゃ、もう天然じゃないと思ってるけど、あのおバカではあるけど天然ではないよ。なんか怖い絵のやつある。なんか怖い、これ怖いやつなんかな。おでこにメガネがあるの？計算つく、なんも計算しとらんよ。だから猫もいるよ。できる猫は今日もゆつ。猫でか。猫でか。最近忘れ物してない。最近忘れ物は。あ、そう、なんか財布をレストランに忘れて足しました。猫めっちゃおでかいんだけどこんな、最初は確かにクマちゃんかと思ったけどめっちゃ猫らしい。財布汗だあったから。料理とかしてくれるのかな。数年前気まぐれに拾った黒猫ユキチの様子がちょっとバカし普通じゃない気がしてて、あれ猫ってどれぐらい大きくなるものだっけ。夢のパーフェクトニャンコとハイパーズボラ会社員のまったいのんびり同居ライフ。こんな大きくなったらしい、拾った猫ちゃんがかわいい猫ちゃん、お世話してる。だってほらもうお弁当持ってる、ママみたいに、お母さんみたいになってる。かわいいこの絵。喋れるんかなこの猫ちゃん。めっちゃ楽しみだな今回。喋るのかね、ちょっと見てみたいな、あったら。正宗くん明日だ。堀宮ちゃんはいつなんだろう。見てない。めちゃめちゃ大変です。普通のご飯食べとるんじゃない、もうもうなんかすでにっていうか、そのサイズで意思疎通ができんとて うちの会社の敷地ね、猫の親子、かわいい。りっくん、旗ありがとう。よしおんさん、短冊ありがとう。まぼろしさん、ライフありがとう。みみんさん、短冊ありがとう。人間と同じね、食事してそう。めっちゃ美少女ですね、ありがとう。今回は正宗くん見ようかな。お、ぜひぜひ。どんなんやったっけな、私もね結構前なんですよね、一気見たのが。うん、正宗くん二期だね。めっちゃ痩せてみたいな、そう努力してなんだっけ女の子好きにさせるみたいな。
可愛いな、ありがとう。そう、ストーリーがね、忘れちゃった。なんでだっけな。そのアニメの内容。今日もかわいい、ありがとう。女の子を振るため、あ、そうだよね、女の子を振る、なんか昔仲良かった女の子を自分を好きにさせて振って泣かせてやろうみたいな。そうみたいな、最初はねみたいな話だけ。ひどいな、いや多分結末、そのそれ以上言ったら内容言っちゃうから言えないけど、そこから多分大丈夫な、そのちゃんとハッピーエンドになっていくお話ですよ。そう、恋愛のアニメのやつだから。そう最初はねそんな感じで頑張って努力してかっこよくなって、みたいな、振るためにみたいな。ね、悲しいお話じゃないよ。ハッピーエンドって言っちゃった。いや、もんかもね、最後の結末はまだ知らないんよ。アニメ途中までだから多分。そう。まだ知らないよ。でも悪くはないと思ってる。そう。戦うアニメが好き？もうパンチ。バッドエンドでも平気。うん、まあでもちょっと気持ち暗くなっちゃうけど、バッドエンドでもまあ、あのさ、ゲームセンターにあるさ、あのさ、ダーンってさ、パンチしてさ、どれぐらいのパンチ力かが測れるさ、あのやつあるじゃないですか。毎週楽しみだったアニメが始まっちゃう。あら、ねえ、終わっちゃうと悲しいよね。あるよね、あれこの間やってみたいなって思ったけど、もうかよ、絶対パンチ弱いから恥ずかしくてやめた。ちょっとやってみたいけど、そう、あれで手の骨痛めて、そう、じゃあやりすぎると痛くなっちゃうのか。そう、パンチを、自分のパンチはどれぐらい強いのかなって気になったんよ。ストレス溜まってない。いや、なんか純粋に、なんかまあ当たり前の話だけど、こうパンチすることってないじゃん。なんかももはその普通かもしれんけど、まあ、空気しかパンチしたことないよね。今こうやってこうやってやったことしかなくて、でお父さんにこうやって手を構えてもらって軽くこうやってシュッシュッシュッってやる遊びはやったことあるんですけど、ふざけて軽いね、
でもね、ちゃんと本気でこうやってポコーンってしたことがないから、アリちゃんとパンチあり、え、ないないない、パンチありないな。だからちょっと自分がどれだけ力があるか見てみたいけど、多分超弱い。後ろに僕のアバターがと思った似てる似てるけど、ちいかわでした。そう、作者は一緒。そう、ちいかわ好きだよ。泣いとる。イベントでもちゃんのパンチ来るわけ、本当に来てくれる？多分弱いから痛くないよ。直接話し会かお見送りでいきなり殴りかかってて、も怖い。もうめっちゃ怖いじゃん。誰がパンチ強いとか言って、絶対もう弱いもん。もうね、走る系じゃないといいね、無理ね。そう、先輩、確かに先輩、先輩クマ。シティのパンチ上、やっぱそれはリッセンもムカちゃんだよ。猫パンチ。何も音ならん人。あの音さんいるじゃん、ポキ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 もう音鳴らないんだもん。三期生に負けそう、多分負けるよ。三期生背高い子多いし、身長が関係あるか分かんないけど、でもなんか 手をポキポキ鳴らすのが苦手っていうか、なんか手ポキポキ鳴ってる音を聞くのも苦手なの、実は。実はね。さあやん、どうやろう、勝てるかな、どうだろう。痛い感じ、そう、痛い感じがするから、なんか結構たまにポキポキって聞こえてくるんですけど、その瞬間にわーっと怖いって。癖なので、気をつけ、大丈夫だよ大丈夫。そう、自分では絶対ね、でもポキポキしないけど、前さ小学生の時にさ、なんかさ、なんか忘れちゃったけど、こうやってやってってあるじゃん。でさ、なんかこうやってやった時に急にクッてやられて、ポキッて音が鳴って、であれが何かそういうやつって思わなくてびっくりしたんよ、小学生の時のももかは。それで怖くなった怖くなった
急にさこうやってなんか手忘れちゃったけどやってって言われて、なんか何も分からずにやったらこうやってヒューって、めっちゃ低学年の時とか、そう、もがしきもがしき汗汗フフももがゆき、そろそろ読もうかしらね。ダンスの練習してくる。関節の中の水がじけた。あ、そうなんだ。肩叩いてほっぺつんやられたことあるかな？ないかもしれないかな。ないかも。ねえねえ。意外とこれ引っかかる気がする。なんかポンポンってやられて、うん？ってなるじゃん。もうのほっぺつんしてちょん。めっちゃ誘いそうってブヒョってよく引っかかった。え、覚えてないよ。かもネイルがネイルしてないよ。こんばんこんばんは。深夜にレッスン頑張る。自主練頑張るね。今日は朝早起きだと思うしね。ありがとう。明日の朝ね、楽しみ。明日の朝はちょっと早いぐらいぐらいでぐらいぐらいで、むちゃに追いつけるように毎日練習、一緒に練習する。ピヨピヨジャスティン、ピヨピヨジャスティン、ピヨピヨピーチクパーチクするよりもつい。アイドルステップかな。ツーステップ。スマホぶっちゃん、確かに。じゃあ読むよ。洋楽バカおじさん、短冊ありがとう。ゆういちさん、ハートありがとう。りくんさん、ハートありがとう。13位の百之助さん、ありがとう。12位の高木さん、ありがとう。今日も癒しの時間ありがとう。ももちゃん大好き。あ、待って、ももしって書いてくれてるんだけど、嬉しい、ありがとう、ありがとう。11位のゼータさん、ありがとう。今日もももが一番可愛い、嬉しい、ありがとう。10位のゆしおさん、ありがとう。キーナドラガンさん、ありがとう。卒業でしてくれた三つ編みもちゃんかい、やったね、ありがとう。8位のマッピアノのっぴさん、ありがとう。ヤンマガのおもちゃも最高、毎日見るね。うん、
毎日見たな、ありがとう、いっぱい見てくれて。7位のひでくん、ありがとう。6位のこうすけさん、ありがとう。5位のコーチさん、ありがとう。最近アニメ全然見てないからまたおすすめ教えて。うん、1話とか2話見たらこれおすすめよー言うね。4位のふくちゃん、ありがとう。白猫もちゃん買いすぎます、やったね、にゃんまた写真送ります。3位の洋楽爆おじさん、ありがとう。2位のももかし返せない、山へ2階席から世界一かよ、気持ちかかたんありがとう、いっぱいいっぱい見てね。1位の宮田みのるさん、ありがとう、ありがとう。ダンス練習頑張る。おやすみ。その前にお風呂頑張ってくる。うん。おやすみ。明日も、オカも応援してる、明日もみんなのこと。頑張ってきやす。ダンス前にお風呂入る。ダンスは夜遅いからあんまりドタバタできんのよ。だから軽く踊って覚えたり、立ち位置を覚えたりしてます。だから汗かかん程度にちっちゃく踊ってるよ、夜やるときは。そう、ドタバタしちゃうと迷惑かかっちゃうからめっちゃ慎重に踊ってるあやもも、また明日。そう、おやすみ、バイバイ。また明日ね。